寒冷地のせせらぎの近くに群生する座禅草。まだ雪深い時期に花芽を伸ばし、早春の湿原を彩る里芋科に属する多年草である。この植物は開花するときに発熱することでツトに有名である。開花時期は早ければ1月の下旬であり、まだ雪深い時期であるが、自ら発熱することで周りの雪を溶かし顔を覗かせるのだ。赤褐色で大きく目立つ部分は苞と呼ばれるもので、実際の花はこの苞の内部にある黄色い球状の部分である。亀の甲羅のように寄り集まる一つ一つが花であり、最初に雌しべが成熟した後、雄しべが熟成して花粉を作る。発熱するのは雌しべが成熟する1週間ほどの間だけであり、その時期は苞に包まれ花はよく観察できない。苞が開いた直後でまだ雄しべが成熟せず花粉のない花を見つけ、サーモカメラでの撮影を試みたが、やはり顕著な発熱は終了しており、外気との温度差は3度程度しか捉えられなかった。苞の中で雌しべが成熟する期間の温度は、たとえ外気が氷点下であっても20度から25度に保たれるという。しかし座禅草の驚異的な能力はこれだけではない。座禅草は発熱する細胞にサーモスタットのような温度センサがあり、発熱量を一定に保つ働きがある。そのセンシング能力はプラスマイナス 0.01 度という驚異的な精度なのである。もう一つ謎がある。座禅草は自家受粉ができないため、他の花と成熟する時期を合わせないと結実できない。この時期に活動する昆虫は限られており、少ないチャンスで確実に受粉するためには多くの花が開花時期を揃える必要がある。それも互いの雌しべの成熟時期と雄しべの成熟時期を調整する必要がある。人の目には赤く大きな苞が目立ち一斉に開花しているように映るが、その中の花の成熟具合を少しずつ違える必要があるのだ。繰り返し訪れる寒波の中で昆虫が活動を始める春の訪れがいつ始まるのか、何で測っているのだろうか。発熱と制御のメカニズムは分子レベルでの解明も進み、冷暖房装置の省エネ化への応用も期待されているが、座禅草にはまだまだ秘められた謎が残されている。それもまた雪深い時期に少ない昆虫をおびき寄せ種を残していくために編み出された生物の知恵の一つであることは間違いない。人間にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。
ハイテクの一歩先に、いつも堀場製作所。